どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。今日もね、映画にまつわるニュースを一本だけお届けしたいと思います。呪術廻戦前日譚が、今回冬、コント映画化、芥見ゲゲ書き下ろしビジュアル公開ということでね。はい。芥見ゲゲによる漫画、呪術廻戦の映画化が決定しました。劇場版呪術廻戦ゼロのタイトルでコントを公開されます。これは3月26日に放送されたテレビアニメ呪術廻戦最終回のエンディングで発表されたものです。劇場版では呪術廻戦の前日譚として芥見が本編の連載前に短期集中連載した東京都立呪術高等専門学校の内容が描かれています。制作はテレビアニメ版に引き続きマッパが手掛けたということですね。はい、こちらがね、解禁ビジュアルとなっております。ほうほうほう。今ね、ネットフリックスでもね、見ることができるんですよね。この度、芥見による書き下ろしビジュアルと30秒の劇場版解禁映像が到着しました。ビジュアルには本作の主人公となる乙骨憂太と彼を包み込む謎の腕が描かれています。映像には原作ではおなじみのキャラクター夏油傑の、来たる12月24日我々は百鬼夜行を行うや、最強の呪術師と称される五条悟のおっこつゆうたくん、君にかかった呪いは使い方次第で人を助けることもできるといったセリフが収められている。さらに劇場版の公式サイトも公開されましたということでね、劇場版の公式サイトはもう見てみましょうかね。はい、というわけでね、このように公式対サイトが立ち上がっていますね。おお、呪術廻戦、実はまだ僕ね、これ見たことがないんですけど、まあ、鬼滅の、もうポスト鬼滅の刃みたいな感じの、これジャンプで今大人気ですよね。まあ、呪術廻戦って、まあ、いろんなとこで面白いよって話を聞いているので、まあ、僕もね、また、ネットフリックスを全部見てですね、コンプリートして映画に臨みたいなと思ってます。鬼滅の刃もね、結局、最初全然興味なかったんですけど、みんなが面白い、すごい話題になってるから、まあ一応見てみた、まず映画から入って、映画見たらめちゃくちゃ面白かったんで、アニメ版全部コンプリートしたんですけど、今回はね、呪術廻戦ちゃんと最初から全部見て、まあ映画に臨みたいなと思ってます。もうね、見た人たち、これ呪術廻戦、みんな面白いって言うんですよね。いや、これはね、なかなか楽しみというか、どんな感じになるんですかね。というわけでね、早速、アニメ版は全部見て、できたらね、コミックもちゃんと全部読もうかななんて思ってます。いや、最近ね、ほんとね、ジャンプなんてもうほんと何でも読んでないんですけど、いや、やっぱりジャンプって面白いっすよね。僕がジャンプハマってたのは、まあ、小学校から中学生から高校にかけてかな。あの頃はね、まあ、小学生の頃はリングにかけろとか、筋肉マンとかね、すごかったんですけど、中学校になって北斗の拳とか、あとまあ、高校にかけてですね、ジョジョの奇妙な冒険とか、あと、先駆け男塾とかね、あとまあ、ドラゴンボールなんかもそうなんですけど、やっぱりね、個人的に好きだったのは、なんかこう、特殊な能力を持ったすごい人たちが、こう、ぶつかり合ってね、強いやつが強いやつを倒すんだけど、さらにその上には強いやつがいて、みたいな、一体誰が一番強いんだろう、みたいなさ、本当あれ燃えましたよね。強い者同士が戦って、さらにまた別の強い者と戦って、みたいな。主人公以外にも強いのが何人もいて、こういう群雄割拠的なね、異能戦争みたいな、特殊能力戦争みたいな、漫画がすごく作品が多かったんですけど、そうだね、その中でも、その類の中でも特に好きだったのは、まあ、有名どころであったら、ドラゴンボール面白かったですよね。フリーザ編とかめちゃくちゃ面白かったんだけど、個人的に一番好きだったのは、もう皆さん知ってるかな？ブラックエンジェルズっていうね、漫画があるんですけど、ブラックエンジェルズの、こう、殺し屋たちが出てくるね。ユキトーっていう主人公がいるんですが、そのユキトーと殺し屋たちのいろんな能力を持った殺し屋たちとの死闘がね、めちゃくちゃ楽しかったですね。ああ、今でもね、ブラックエンジェルズ読みたいな、読み直したいななんて思っているんですけど、というわけで、個人的にはね、呪術廻戦めちゃくちゃ楽しみですということで、なんかほとんどね、自分の
思い出話に浸ってしまいましたということで、はい、以上ミステリー作家の七尾石でした。それでは皆さんごきげんよう。